フラワー占いチャンネルです。今日はセクシーゾーンの佐藤勝利さんがポリンさんというアーティストの女性と、熱愛報道タワーマン通いみたいなのが、発覚したということで、私はお二人とも全く見たことも聞いたこともないお二人なんですけれども、そして加えてポリンさんという方はちょっと前に小崎さんと不倫報道みたいなのがあったということで、3名まとめてちょっと占ってみましたけれども、まずは見た目の相性診断で、勝利さんと彼女ですけれども、勝利さんがこの四角顔で目が大きくて、で彼女が、長いお顔で細い目をされています。この相性っていうのは100点満点のお顔の相性をしています。15年前からやってる見た目の相性診断で、勝利さんはこの G のタイプになります。相性がいいのは2番のタイプになります。2番というとこちらの面長で目がすっきりしたタイプになりますので、この女性とは100点満点ということになります。そしてじゃあ小ざけんさんはどうかというと、この方も丸顔で、もともとは奥二重みたいな目だったんですけど、最近ちょっとぼやけたような目になってますので、そうなると相性結構良くて、この、関係でも90点ぐらいはいくということで、この人にとっては相性のいいお二人と、お付き合いがあったということで、では次に、空房の相性をいきたいと思います。勝利さんはカノエネを日中に持つ辰巳空房の人になります。そしてポリンさんもカノエネ同日中ですね、同関子なので、 日関子が同じなので非常に気が合うタイプ、同じ空房、辰巳空房どうしても相性がいいんですけれども、同じですから全くもうあうんの呼吸というか、そういう感じです。カノエネの、辰巳空房になります。そしてじゃあ小ざけんさんはというと、木の絵の虎を日中に持つ寝牛空房の人になります。ちょっと小ざけんさんだけちょっと違うんですけれども、辰巳空房というのは芸術アーティスト、大きな夢を追う規格外の宇宙人のようなグループになります。そして、小ざけんさんは寝牛空房、仕事に打ち込む、恋愛には相手には一切妥協しないというストイックな大人のグループですので、こういう感じになります。そして、芸術夢グループ の, お二人、カップルのお二人はどういう考え方かというと、好きなこと、目的、大きな目的、大きな夢のためなら現実生活、日常や仕事をおろそかにできてしまう星ということになります。そして、ちなみに仕事星、小ざけんさんの仕事星は、仕事の成功、社会での活躍、恋愛相手へのこだわりのためなら家族や芸術をおろそかにできる星になります。そして、お二人の辰巳空房の人の基本的な性質です。性格が悪い、性悪な人が多いのが辰巳空房です。嘘つきで世間はどうでもいいタイプ、自分さえ良ければいい。そして異性を選ぶときは肩書きもしくは肉欲で動くタイプになります。なので、肩書きがすごいこう憧れる肩書きを持ってるか、もしくはもう肉欲が動いちゃってっていうような、そういう感じで動きますので、肩書きもなくて肉欲も動かない人に行くということは絶対にないです。そういう意志は強いです。そしてブリッコ、女性です。ブリッコをしない人が多いです。ブリッコが嫌いだったりとか、そして、肩書きが大好きで形さえあればいい、でイベント好きですので、タワマンに住んで、愛を育むなんていうのは憧れなんじゃないですかね、辰巳空房の。そして不倫を気にしない、世間気にしませんので不倫も気にしない人が多い、キョンキョンだって、キョンキョンの、彼氏もそうです。同じ辰巳空房同士、相性が良くて全く気にしてない。そして、スピードの高子さんですね、この方も辰巳空房で、その彼氏になってその後結婚された方も辰巳空房、相性がいいです。そして熊田陽子さんも辰巳空房、ベッキーさんも辰巳空房です。そしてネガティブで嫉妬の塊、ずぶとくてしぶとい、そして好感度が高いです。大きく笑ったりとか、リアクションが大きい、
取れますので、すごく好感度が高い。そして秘密主義で言い方上手な人が多いのが辰巳空母になります。で、小崎さんのネウシ空母、仕事の鬼、リーダーの星、自分アピールが強くてナンバーワンにこだわる、負けず嫌いの人になります。異性を選ぶときは年の近いセクシーな人か、ものすごい年下に行く。まあ、最初は年の近いセクシーな人と結婚したり付き合っていて、で自分が成功してくるとものすごい年下に行くタイプ。そして秘密主義でプライベートが謎な人が多いのが年始空母になります。では四柱推命で細かく見ていきたいと思います。勝利さんは、三柱が陰陽の陽になっています。非常に男らしいあのタイプになって、俺様、あのそう見えないんですけども俺様な気質の人です。そしてイケメンっていうのはですね、彼女の宝石が一つだけある人が ありがたいっていうか輝くんですけど、この方一つだけありますのでイケメンだって。そしてエロスの星、ネウマウドリの透過札が1個あっても、まあ、エロスがあるんだけど、2つありますので、まあ、エロスの男性。そしておとなしいっていうのは死が2つありますね。無口な死が2つあって、そして水が自身のところにありますので、結構あの見た目は若々しいんだけど中身は若々しくない、割ともおじさんキャラみたいな、そんな感じなんじゃないかなと思います。そして普通を好まないというのは、自身の柱に変因、変わり者の変因が通ってますので、普通では嫌な人だと。なの でアーティスト気質というのはですね、食人消化4つありますので、まあ、非常にアーティスト気質。そして女縁が意外にないというのはですね、カノエから見た看護もないですね、あのオツの看護もない。そして、木がないんですね。木がないから仮看護もないので女縁ない。そして女性の星である財政もないんですね。なので女縁がない人になります。じゃあこの方どういう人をお相手に選ぶのかっていうと、食人召喚エロスの星で死が来てますので、まあ、エロスで、そして無口なアーティストってことになります。そして、まあ、カノエネの人ってなると、カノエネの人はここにいますよね。この彼女カノエネの人ってことで、まあ、ちょっとうんって感じなんですけれども。そしてじゃあ、今の大運ですけれども、2019年からカノトの牛が来てるんですけれども、カノトがこの、日の絵、年の日の絵と換合してですね、水のと牛に変わります。水のと牛に変わるとまた召喚が増えて、あのアーティストっぽさがまた増えるんですね。そして召喚の母になりますので、召喚の母のセットといえばやばい10年間になるということです。ちょっとやばい10年間入ってます。そして、この年運がですね、今が水のエトラ、そして水のとウニもそろそろ変わるわけですけれども、どちらもこの自身の土とですね天線地柱になっていますので、ちょっとまあ激しいことがある。ただ表面は水がまた増えてですね、ヘドロなんですね。ヘドロで泥沼で、そしてアーティスト性がアップしてるんですけれども、表面は泥沼なんだけれども、獅子がこの人にない木が来てますので、まあ、意外にこういう感じが心地いいのかなっていう感じです。そしてまあこの方2年後から政財偏財で官制と4年間来る、まあ、結婚と恋愛が集中し、恋愛運が集中してくる時期に入りますので、もしかしたら2年後結婚する可能性もありかなっていう感じです。この方がまあアイドルだからあれどうなんでしょうって思うんですけどね。でじゃあこの彼女ですけれども、まあ、彼女が90年の10月2日って聞いただけでもうんって思ったんですけど、やっぱりでしたね。もう90年って言うと馬年なんですね。馬、そして10月2日って言うと鳥月なんです。そして2日が根ですから、もうこれ総エロスです。もうびっしり獅子にありますので、総エロスの女性なんです。もう非常にセクシーで、まあ艶やかというか、まあ引きつける魅力があるということです。そしてこの人すごく激しいです。カノエ、上がですね、カノエとこの
ボツが看護を看護して全部金になるんですね。そうするとカノトの鳥の会合もあるし、ここカノエネの異常監視もあって、そしてカノエの馬の特殊日もあって、そしてここの獅子が宙にもなっていてってなると、まあでここも破れですからね、まあ非常にまあ複雑というかメンタルが強すぎですっていうのは、未強のカノトトリですから、ここ未強のカノトトリですから非常にメンタルが強くて怖い女になります。鐘が3つある、そしてここの鐘ですからね、そしてミステリアスっていうのは鐘がびっしり、まあ鎧をつけてるわけです。鋼鉄の女で、蓋開けてみたら非常にセクシーだって。そしてトラブルメーカーっていうのはここのチューンがありますので、そしてまあ寝馬の中というと男女間のトラブルを意味しますので、まあ、そういう感じ。そしてこの方どういう人かっていうと、やっぱり職匠 のエロスですので、エロスで無口でアーティストで、まあ、カノエネの人っていうと、まあ、この人かなっていうような感じも思わなくもない。そしてこの方もですね、大運が今水の馬なんですけど、食人 のエロスがまた来て、そして年運がまた来年水のと宇の、またエロスが5つになりますので、もう止まらないという感じです。そしてこの方もですね、2年後から結婚恋愛の時期に来ますので、ちょっとどうかなっていう感じですね。で、この小酒さんは、まあこの方っていうのはもうまあやっぱり陽ばっかりですので、俺様ですね。俺様で火で山ですから、まあ、ブライドが高くて、そしてトラブルメーカーだっていうことです。そしてこの方に奥さん、すごい美人の外国人の奥様がいるんですけど、この奥さんっていうのは乾空母のスター星で、でこの方もエロス2つあって、そして不思議ちゃんですね。上が全部看護してひっくり返ってます。不思議ちゃんで、まあこんな感じのこの辰巳久保と同じグループですから、やっぱりこの方っていうのはアーティストっぽい女性が好きなのかなっていう感じです。そして、じゃあ総合運ですけれども、この2人の場合はですね、もうお顔の相性100点満点、そして、まあ、同じ番組で一緒になるっていうことは、まあ、現実的に近い位置にいるということで20丸。そして空母の相性20丸。で、同感視ですので、まあ、気が合うということで20丸。はい、丸です。そして、まあ、エロス同士ですから、まあ、丸ということで98点。で、マイナス2点は何かなっていうと、まあ、ちょっと、アイドルとアーティストというか、ちょっと、舞台が違うのかなって感じしましたけども、なので、この方がアーティスト、の時期をちょっと超えた時はどうなのかなっていうのがあるけど、まあ基本的にアーティストの星ですから、まあこの人っていうのはこういう女性が好きなのかなっていう感じで、まあ98点ぐらい。そしてまあこの2人の場合はどういうことかというと、顔が丸ですから、そして空母が×になります。そしてこの春と秋の相性ですから丸になります。そして、若い子が好きな寝牛空母と肩書きが好きな人が、まあ、ビッグな人ってことで丸になります。まあ75点ぐらいの相性になります。はい、では本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。フラワー占いチャンネルでした。